株式会社ウロコや総本店は山形県の企業。県内にチェーン店を展開し、和菓子、洋菓子の製造及び販売を行っている。山形市の戸田屋製造はここから分岐した店である。初代戸田康右衛門は大見国出身で、江戸前期に守り本尊の木造船主観の立像を背に、呂の末、大石田にたどり着いた。安右衛門の大石田到着は、 天那四年の正門があることから遠方から天那にかけての時期と考えられる。安江門の旅ははっきりしない点が多く単身だったとも兄弟を伴っていたともされる。理由についても何らかの事情で郷里にいられなくなったため不足用のためといった理由が考えられている。大石田にたどり着いた安江門の像は後に大石田の乗船寺に寄進された。この像は 小教2年の命のある鎌倉時代の作で1958年に県指定有形文化財に指定されている。初代安右衛門は大石田に定住し1684年に事業を始めた。周運の要少である大石田で戸田家は選手のほか二丼屋、金融業、染物業と幅広く事業を拡大していった。鱗や、 矢の名称はこの頃から使用されていたが、雨量降るや、鱗屋と漢字で書かれることもあったほか、大宮も併用されていた。戸田家は法暦5年と天明3年の基金に際しては米や金を供出している。しかし、文化5年に大石な本町で起きた火災に巻き込まれて、経営難となった。文化9年から天保元年にかけて幕府が、 専運賃を2割下げた上に船にも減少。さらに、船持ち総代をめぐる不正による紛争もあり、戸だけは選手を辞め、菓子屋を営むようになった。これが、後の鱗や総本店の原点となっている。1989年には、安政2年の日付の入った落岩の型枠や、文久元年の万十札の半儀など、この時期に使用されていた道具が、店の蔵から発見されている。 大正時代に建てられた旧本店、大石田町の町指定文化財に指定されている。明治一新時点では貸し専業となっていたが、経営状況は思わしくなく、たびたび借金を必要としていた。1877年には貸し屋を廃業して、二売屋を始め、1881年からは種類も提供するようになった。経営は好転し、1885年には、 菓子販売を再開した。再開時点で商品はせんべい、まんじゅう、おこしなど12品目であった。再開した菓子販売は順調で、1890年にはそばの提供を中止、1896年には飲食業を全廃し、再び菓子専業となった。購買力の向上もあって、菓子販売は好調が続き、拡大基調は、 昭和初期に不況に陥るまで続いた。1938年春からは、洋菓子の製造に取り組み、バタークリームを使った、シュークリーム、スイートポテト、アップルパイ、エクレア、ケーキ、チョコレートロールなどを販売した。洋菓子の製造販売は、大石田では、初めての試みであった。この年の夏には、評価の製造も開始し、アイスキャンデー、最中、 シャーベットを販売するとともに、夏季には喫茶店も開店するようになった。しかし戦時色が強まると、菓子販売は統制され、地域の販売業者は1941年に大石田菓子統制組合に統合された。その後さらに企業行動が進められ、1943年に大石田菓子統制組合は、大石田菓子有限会社となったが、減量の減配により、 生産量は低下が続いた。廃線で大石田が子有限会社は自然消滅し、うろこ屋は飴玉やパン、おこしなどを販売した。1952年頃からは菓子生産も安定した。1972年に終戦直後に一時扱っていた洋裁用品の販売をやめ菓子専門店にするとともに法人化した。1977年には、 最初の支店を村山市に出店、平成に入ると、さらに多店舗化を推進し、2003年には5店目となる東根店を開店している。和菓子、洋菓子の両方を扱っている。2004年には、小花沢夢ファクトリーが商品化した、小花沢スイカ等を使用した、プリン、スイカの王様も隣くんのプリンスプリンを販売した。2017年には、 山形県立北村山高等学校家庭クラブが提案した小葉の沢さんのそばを使った菓子を販売した。ありがとうございます。